糸崎君雄です。人間と動物は同じという話をしようと思いますけども、人間と動物って何が違うのかっていうね、いろいろ挙げられると思いますけども、でもね、実はそんな違いなんて全くないんじゃないかというふうに改めて思ったんですね。で、それは一つは前回の動画でも、紹介したニーチェの善悪の彼岸ですね。で、結局その人間だって結局は本能に従って生きているだけなんだとね。で、そして人間の本能というのは他の動物と際立ってさまざまな特徴があるんだけども、でも結局ね、その天然自然に備わったその人間という種に固有の本能に従っていることには違いがないんですよね。そういう意味で言うと、その動物と人間ってね、そんなに違わないというか、そんなにじゃないんですね、同じなんですね、違いがないんですね、というふうに、断言してしまおうと。だからその僕自身はその、ずっとその人間と動物の違いについていろいろと考えてきたわけなんですよね。で、得意分野としては昆虫なので、昆虫と人間といろいろ比べて、そうすると昆虫と人間で比べるとその様々に違いはありますけども、同じところもあるわけですよね。だから逆に言うと昆虫っていうのは、その昆虫と人間というのはその違うと思えるような部分と同じと思えるような部分が際立っているわけですよ。でところが僕の不得意分野の哺乳類とか鳥類とかね、生物学的にもその分類学的にも人間に近いとされているいわゆる高等動物と人間との違いっていうのがよくわからないでいたんですね。だからそれについての認識がちょっと遅れてしまったんですけども、まず一つはだから、ニーチェの本読んだということと、あともう一つはね、宮崎学先生の写真展を見たんですね。日本の動物写真家の中で第一人者ですね。誰も追随を許さないぐらいの方だと思っていますけども、東京都写真美術館で先月の10月31日まで開催されていて、もう終わってしまったんですけども、その写真をじっくりと見ながらいろいろ考えてたんですね。この際だから自分の不得意分野の動物についてじっくり考えようと、一つ思ったのは、宮崎学先生の写真を見ながら思ったのは、これはだから宮崎学先生の主張とかそういうものとは全く関係がないんですけどね、私が勝手に考えたことなんですけども、その宮崎学先生が捉えているのは野生動物なんですね。写真展のタイトルも今時の野生動物というタイトルついていますけども、で野生動物に対して家畜とかペットとかそういう言葉があって、だから宮崎学先生が撮ってらっしゃるのはあくまでも家畜とかペットではなくて、野生動物なんだとね、そういう枠組みなんですけど、じゃあこの東京都写真美術館に来て写真を見ている我々は何なのか、我々人間とは何なのかって考えた時に、そうか、これこそが家畜なんだというふうにして思ったんですね。だからいろいろこれまで本を読んだことの知識をつなぎ合わせると、人間ってね、適応力がものすごく高いんですよね、他の動物に比べるとね。だからそうすると人間こそが動物として最も適応した、家畜として適応した動物なんじゃないのかなというふうに思ったんですよ。だからそのまず家畜っていうのはどんな動物も家畜にできるとは限らないわけですね。僕が知ってることで言うと、シマウマ、アフリカにいるシマウマというのは人に慣れないで人をすぐ噛んだりするし、ましてや背中に乗せることなんてできないので、アフリカのシマウマは家畜にできなくて、そして、文明化が起きなかったと。ところが、ヨーロッパ大陸、ユーラシア大陸に住んでいる馬は、人慣れして
家畜化できるとね、だからそういう意味で言うと家畜に適した動物の中で最も適している動物って人間なんですねそういうことなんですよ。だから宮崎学先生が日本の野山で山奥に分け入って撮影したその月のワグマとかね、そういうものはそのやはり、まあ、家畜にはしにくい動物なんじゃないか、まあ、ちょっとその辺詳しくないですけどね。でもまあ実際にあんまりクマってペットにされないですよね、まあ、サーカスで使われたりしますけどね。だからその辺の個々の種の性格はわからないですけども、でもそうやってその様々な動物のうちに野生動物、家畜に適した動物と適さない動物がいるって見た時に、人間ほど家畜に適した動物はいないわけですよね。でそうすると実際にこのニーチェもこの文庫本のこの前書きのこの表紙にもね、畜群っていう言葉が書かれてるんですよね。ニーチェは畜群と、ね、大衆のことを畜群と、述べていますけども、だからその畜群っていうのは例え話ではなくて、我々人間自体が、文明人自体が家畜なんじゃないのかなというふうに思ったんですね。でもう一つ言うと、ルソーのね、自然契約論、人間不動、でもう一つね、最近ねルソーのね、人間不平等起源説をちょっと読み始めたんですよ。で、まあ、ルソーはその左翼思想の元祖みたいな風に言われていて、私は批判的に読もうと思って読み始めたら、これは随分面白い本でね、まずねサピエンス全史とそっくりなんですよ。ルソーとサピエンス全史がそっくりなんですよ。だからサピエンス全史もいろんな本下敷きにして書いていますけども、ルソーはねかなり大きいんじゃないのかなというふうに思ったんですね。でルソーの主張というのは、その原始時代の原始人というのはもうその状態で満ち足りていたんだとね。でそこに文明っていうその余計なことを発明したやつがいて、そいつらのおかげで人間はその原始時代には、背負わなければならないような数々の苦難であるとか不幸であるとか、そういうものをね背負い込むようになったっていう、そういう話なんですよね。でそれはそのまさにサピエンス全史の主張と同じで、つまり人間ちな農業をしたおかげでさまざまな不幸に陥ったと、ね、人間っていうのはその原始時代から文明時代に進化して世の中をしなべて良くなったんだっていう、そういうこととはね違う考え価値観を提示したのがサピエンス全史なんですけども、それは遡ってルソーだったんだっていうのをね改めて思って、まあ、この人はこの人で、ウィキペディアを見るとルソーも結構勉強家だったらしくて、まあ、たくさん勉強したのは伊達じゃないっていうねそういう感じがするんですけども、まあ、いずれにしろそのやっぱりそういうさまざまな私の中でも知識をミックスすると、人間ってのは人間だからって何かこう特別なものっていうのはないというふうにして考えた方がいいし、それとそのやはり人間ってね人それぞれに違うんですよね。 なぜ違うのか、そういう違いがなぜ生じるのかっていうと、人間っていうのはその一方で動物なんだけども、その一種類じゃないんですよね。だからこれは人間の本能の特徴なんだけども、人間の本能っていうのはそのいわゆる言ってみれば可変的な本能なんですよね。だから犬とか猫っていうのは本能が種ごとに固定されていますけども、でも人間の本能っていうのは言語のプログラムによって組み替えることができると。で結局まあ同じ人間であっても、まあ、国によって時代によって違うし、一人一人によって随分違ってくるんですよね。だからその種とは何かっていうね、動物種とは何かっていうのも、これもだからその不思議な問題っていうかね、その結局動物には種があるというのもね、人間の勝手な後付けな理屈でしかなくて、
個々の事例を見ると随分その、人間が勝手に当てはめた概念からはみ出すものっていうのがあるんですよ。だから昨日はまたあの昆虫写真家の海野和夫先生の写真展見に行ってインタビューしてきましたけども、それはあのもう一つのチャンネルに上がってるんですけども、その腸でね種が違うのに交配してそのハイブリッド種がね新しくできるんだよ宇都崎くんつってね言われてね、種とは何かを考えさせられるつってね海野先生おっしゃっていましたけども、結局そういう事例があるわけなんですよね。だからそういうことで言うと、もっとその種っていう概念に対してもそのもっと柔軟にね、先入観にとらわれずに捉えると、その人間っていうのは確かにその動物学的に言うと同じホモサピエンスなんだけども、でもその動物ってのは一方ではその肉体であるけども、もう一つは行動であり精神なんですよね。でそれは海野和夫先生の師匠の日高俊孝先生に私は学んだわけですよ。まあその日高先生直接お会いしたことはなかったんですけども、あの動物行動学関係の本は結構読んだんですね。で動物っていうとそのこう形態だというふうにして、ウサギは耳が長くてなんとかって足が長くてピョンピョン跳ねるとかね、そういう形態で語りがちだけども、でも実は行動とか精神の在り方自体が種ごとに随分違うんですよという、ことを述べられていたんですよね。でそうすると人間というのはまさにその人によって随分その違うわけですよね。だからまあごく分かりやすく言うと、職業は違えばもう動物としての種類が違ってきてるんじゃないかとね。だからさまざまな動物というのはそのさまざまな固有の種によって職業が決まってるわけですよね。カマキリっつったら虫を捕まえるのが職業なんですよ。ウサギっつったら草をもしゃもしゃ食べるのが職業なんですよ。でも人間っていうのはいろんな職業がいるわけですよね。でそうは言ってもその人間同士で常識を共有し合って、で言葉も通じるしね、価値観も通じるし、で一方ではそのやはりこう感情的なつながりがあるんですよね。でこの感情的なつながりというのも実は人間の理性ではなくて、その、まあ、の哺乳類鳥類にはから受け継いだ本能なんですよね。それはその、フランス・ドボワールという人類学者が明らかにした、ボドボンが教えてくれることという本、このチャンネルでも紹介しましたけども、だからその人が人を思いやる感情とかね、弱い人を助けてあげなきゃとかね、そういう感情というのは実は人間ならではの感情ではなくて類人猿の中に明らかにあるし、犬や猫にも明らかにあるわけですよね。でそういうところで見ても人間は動物なんですよ。だから人間と動物ってのは区別がないんですよ。でまあ、そうやってそのやっぱり人間と動物を区別しないと、そして人間こそが家畜なんだという認識から、またその結局人間っていうのはさまざまな常識にとらわれて間違いを犯すと、間違った認識をするっていうのがその哲学的な、思考法なわけですよね。でそれでいうと、だからその間違いを犯さないように人間とは動物で区別がないんだと、ね、だからってそんなぶっ殺しちゃえばいいとかそういうことは全然思わないですけども、逆に言うとその人間ってね本質的にね人肉食いなんですね。だからビーガンが主張していることは私にはよくわかるんですよ、ね、牛だって豚だって人なんですよ。人並みに、まあ、マスより人並みに感情があって愛嬌があって人と仲良くなれるんだけども、一方的にぶっ殺して食っちゃうわけですよね。昨日はだから高円寺の美味しいペルシャ料理のお店ですね、これ美味しかったですね。そこでラム肉と鴨肉食べましたけども、そういうものも人肉食いなわけなんですよね。で結局その何を食べていいか何を食べちゃいけないかっていうその線引きも
まあ恣意的に行われているわけですよ。ね、豚は人間じゃなくてっていうのはだからそれで一方で人間は猫や犬、日本人か、日本人は猫や犬食べないわけですよね。そこで勝手な線引きが行われているわけですよね。でかつてはだから黒人を奴隷にしたりインディアンを虐殺したりしていたんですけども、それは逆にそういう人たちは人間ではないという線引きが、ヨーロッパアメリカの人にはあったわけですよね。でそういう線引きっていうのは良くないんじゃないかって引き直そうっつってね、引き直されたのは今の時代ではないかと思いますけど、でも結局はその恣意的に気まぐれに引かれた線に過ぎないわけですよね。まあだからもうこういう考えっていうのはだから、誰にも共感を得られないような非常に危険な考えなんですけども、まあこのチャンネルに限って私はそれを勝手に述べていくと、自分のためにねという話でありました。